はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、秘密証書遺言、民法970条から972条の内容を解説いたします。秘密証書遺言っていうのは、秘密と書いてある通り、遺言の内容が誰にも、知られたくない場合に使ったりするんですね。あと、まあ、後々こうお話ししていく中で分かると思うんですけども、これ証人だったりとか、交渉人とかこういった人がいるので、遺言があることが周りの人を知ってるわけですよね。遺言はあることは分かる。なので、この遺言した人が亡くなった場合、遺言があるよってことを伝えてもらえるわけです。場所がどこにあるかっていうのは分からないけれども、どこかにはあるわけなんで、まあ、探すわけですよ。自筆証書遺言の場合っていうのは、そもそも遺言があるかないのか誰も分からない場合があるので、遺産分割協議が終わった後とかに発見されたりとかすると、まあ、面倒くさくなるんですね。なんで、まあ、そういったことがないのが、まあ、秘密証書遺言なんだと考えていただけるといいと思います。で、秘密証書遺言には書き方があるんですね。で、まず一つ目が、遺言者が証書、秘密証書遺言のことです。これに署名、押印をしなければなりません。で、パソコンで作成してもいいんです。パソコンで全文を作成をして、で、最後の署名だけ自分自身で書いて、で、押印をする、ハンコを押すという感じです。で、遺言者が証書を封じ、証書に用いた印章でこれを封印しなければなりません。なので、遺言者はまず証書を封じる必要がある。つまり封筒とかに証書を入れるわけですね。入れて閉じて、証書に用いた印章、つまりここで使ったハンコと同じものでこれを封印します。つまり遺言入れて、で、これ閉じますよね。閉じて、このようにハンコを押して封印すると、まあ、いう感じですね。で、続いて、遺言者が交渉人1人以上及び証人2人以上の前に封書を提出して、つまり遺言者と証人2人以上が交渉役場に行って、交渉人の前にこの封書を提出するわけです。で、事故の遺言書である旨、筆者の氏名、住所を真述します。つまり遺言者が、この遺言書は私が書いたもので、私の遺言書です。で、筆者、まあ、筆者って遺言者ですね。遺言者は私です。で、住所は何々です。で、伝えます。そして交渉人が日付、真述を封紙に記載、ここに記載をするわけですね。これに記載をします。この遺言っていうのは、住所がどこそこ、氏名が誰々、この人の遺言ですよってことを封紙に記載します。で、遺言者及び証人とともに署名、押印をします。つまり遺言者、証人、交渉人で、証人は2人以上だから合計4人以上ですね。4人以上の人が署名、押印をしますよと、まあ、いった感じで秘密証書遺言は作成されます。で、もしこれに従わなかった場合、例えば証書に押してある印鑑とここの封印の印鑑、これが違うとかですね、まあ、こういった場合っていうのは、秘密証書遺言としてはこれ効力を持たないです。ただし、自筆証書遺言の方式に従っていたというのであれば、自筆証書遺言として有効とはなります。つまりこれ、パソコンで作成していたのであればダメなんですけども、まあ、自筆でね、全文書いていたとか、まあ、そういった感じで自筆証書遺言の方式に従っているのであれば、自筆証書遺言としては有効になりますよという話です。で、続いて、口が聞けない人の場合っていうのは、ここで真述することできませんよね。これは自分の遺言ですよ、住所を伝えます、遺言者の名前伝えます、これ口が聞けない人の場合できませんので、この場合っていうのは交渉人、証人の前で、通訳人が通訳する、もしくは、遺言者が自分自身で書く、こういうことによって真述したことになります。で、この真述があった場合、まあ、交渉人はその旨を封紙に記載します。つまり通訳人によって真述しましたとか、辞書がありましたっていう旨を封紙に書くと、まあ、封筒に書くということですね。
で、これについては公正証書遺言と似ているので、まあ、頭に入れやすいかなと思います。まあ、ポイントとしてはこっちですね。5つかな。最後の5つ。こっちの左側、ここをしっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。